国体化会議の後中南海がまたもやおかしい習近平は洪水が引いた安徽省を視察した後李克強が主催するはずだった重鎮経済会議を主催し経済の内部循環徴工デルタの発展などを語ったまた経済を担当する李克強首相は洪水で猛威を振るっている重慶に行き西部の発展について話をした その間に地元の著伯海ネットワーク有限会社を視察し、著伯海について論評した。習近平は8月18日から21日に暗記で洪水被害を視察したが、現地の洪水はすでに引いており、習の視察は後の祭りと非難されている。地方の官僚はまた女性の公安に一般市民を装わせ、習と会話をさせたが、中国のネットユーザーに見抜かれ、馬鹿にされた。 8月20日、習近平は暗記合否で重要な経済工作会議を主催し、上海を中心に高蘇省、安徽省、石膏省の3省を含む超高デルタ地帯の発展に焦点を当てた経済の内循環戦略を改めて表明した。それらの地域は中国東部の中でも特に経済的に発展している地域でもある。このような経済活動は首相である李克強が主導的に取り組むべきものであるが、 今回は習近平が直接指揮している。さらに注目すべきことに、習近平が8月20日に主催した、超高デルタ開発経済会議の当日、経済を担当する李克強が会議に出席しなかったばかりか。洪水が猛威を振るっている重慶市に足を向け、雨靴を履いて泥だらけの被災地や現地の企業を視察した。20日午後、李克強は重慶で、 諸白海ネットワーク有限会社を視察した際、諸白海は平凡で不器用そうだが、不器用は賢明です。普通の人は知恵が優れており、多くの普通の人の知恵を集めることができれば、私たちの社会や国の莫大な富になるでしょう。誰もが異なる理解を持ち、それぞれに独自の知恵があり、一緒になると想像を絶する奇跡を起こす、と述べた。また、視察期間中、彼は重慶の系統放課技会社を訪れ、 西部地域のスペースを活用する必要性に特に言及した。このように、李克強と習近平の視察は強いコントラストを形成した。これにより、二人の権力争いが勃発したのではないかとの憶測が広がっている。かつて、中共の領海の後、二人は貧困脱却から露天経済まで争いを行った。7月、長江が大洪水に見舞われた際に、習近平は姿を隠したことが批判され、 一方、李国強は奇襲を視察し、泥靴を履いていたことでもニュースになっていた。7月末、北斗3号の開通式で司会を務めた衆の側近である龍閣副首相は、李国強を紹介した際、来賓への挨拶の時間を与えず、彼を困惑させた。さらに、州は李国強を横目で見るように捉えられた。北大化会議の後、李国強が中共の大脳、王古寧に封殺されたとの噂があって、 人民日報や新華社、CCTV という三大中央レベルの党メディアが李国強の報道を禁じられていたことや、李氏の記事が見出しになることが許されていなかったことなどが噂され、一部の党メディアでは李氏を隠していたことさえあった。習近平が経済会議を何度も主催し、経済を総括する李国強が出席していないことから、上層部の争いが深刻であることが浮き彫りになった。